皆さん、こんにちは。ティンダーのミラクルボーイ、介護職員、アマチュアボーイのキングタクです。病気にならない掃除。病院の人よく言いますね、掃除。本当に。汚れがありますよね。目に見えないですね。はい。健康、命を守ることが大事です。やはり大事なのはね、家族の健康が驚かしているものです。やはり、ホコリがちょっと問題でございます。ウイルスですね。ホコリ、カビ、ウイルス、第二、健康被害です。喉とかの病気が現場です。確かに移動させないことが一番です。やはりモップ清掃確かに大変ですね。はい。オグルフは除菌は効果ございません。除菌は阻止ですよね。そしてはい。除菌よりもやはり手洗いが一番です。99.99% やはり全体 100% は何なのかわかりませんけどもね。はい。確かにナイチンゲールに向けた言葉でもございます。クリミアの天使、近代看護の母、これがナイチンゲール。看護って知ってますよね。はい。確かにね、換気は間違ったやり方ではダメですね。ここにカビだらけになるし、空気清浄機あっても換気は必要でございます。はい。確かにね、いろいろ溜まりますね、ホコリはね。はい。エアコン、掃除ロボットだけでは十分ではございません。ロンバ、いや、ルンバではね、はい。機械ショップで買えるアイテムがおすすめでございます。はい。確かに掃除は難しく考えることが多いでございますね。はい。まあ、太陽の光ではダメです。学校が終わったらお掃除は間違いだらけでございます。ほうき、雑巾は最悪のお掃除です。いやー、びっくりしました。ティッシュでほこりの動きを再現する。まあ、いろいろありますよね。はい。ゴシゴシだと大変ですよね。はい。水拭きは何でも禁止、再認識。いやー、前後分かるようにしなきゃいけませんね。使い捨てはやっぱりね。はい。巻き散らしはダメです。もっと楽にしないと。はい。ダメです。はい。まあいろいろ分担しなきゃいけませんね。お掃除はきれいにしましょう。というわけでもっとあるんです。手袋やっぱり必要ですよね。はい。エアコンはきれいにしなきゃいけません。まあ健康というものは大事です。はい。何度も言いますけど、掃除は毎日ゼロから始めてくださいませ。視点が大事です。というわけで以上です。バイバイ。